するしない？どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。ラン三局五本場開始です。皆さん手牌を開けてください。ドラは何？ドラドラですね。今回ドラドラじゃないですか。はい、じゃあ引いてみて。はい、まあ、これもね、まあ、ドラの何ってやっぱり相当競技麻雀とか RT ルールで簡単に出てくる牌じゃないわけですよ。確かにドラが赤がないわけなんで、はい、なので、まあ、何をつかなくても上がれる役を作るのが一番手っ取り早い作戦、うんうん、ということは、まあ、これはね、白髪重ねるか、うん、1、2、3の3色とかチャンタとかですよね。なのでまず第1打はシャーから切ります。おたかぜの役にはならないいらなそうな牌から、はい、ピンズで染めはないんですね。ピンズで染めは伸びたらありますよね。 E1 レア1、Q1 レアンゾーンと切ってって今んとこはないですけど、まあ、ウーピンチーピンとか引いてピンズがこの後伸びてきたらありますね。はい、いやー、かなり親番粘れてますよ。粘ってね、5本場ですね。本当ですよ。一時はもうギリギリの形式テンパイがちょっと懐かしいぐらいになってきました。Q1 統一になりましたね、はい、これでね、まあ、もうチャンタがちょっと見えてきたんですよね。ペン3ピン入ってカンウーピンとかのパーツを外せば。ただね、白髪もういきなりカンウーピンが嫌うほどの手ではないので、はい、自敗から切っていきますね、うんうん、かなり素直にいきましたね、うん、ただちょっともうかなりちゃんと僕は意識してますね。3色というか、うん、下のソーズにくっつけてのローピンスーピン外しかなり狙ってるんで、ペン3をチーするかどうかを結構悩んでますね。今回は早い順目の仕掛けもあるのか、うん、2-1 が来た。これも微妙ですね。今この後のね3-1もあるんでこれ微妙なんで、二刺しを取りこぼすぐらいだったら初取りこぼす方が嫌なんで2はそのままつもり入ります。おお、なるほど。より3ワンのちょっと欲しさ、あとでね3ワン待ちになった時にちょっとね上がりやすいように、うんうん、まあ、何は相当泣けなそうなんでもうちょっと自力で、あ、これ来ましたね。三色ですね。はい、これが狙ってた感じだったんでってなりますと、はい、孤立牌なのかピンズなのか、もうこれはもうカンウーピンのターツに全く魅力がなくなったと。もうあの役が崩れてしまうし、うん、何がなくても上がれなくなってしまう、何がないと上がれない仕掛けとになってしまうので、もう初重なった時はより嬉しいし、安全度も初の方が高いのでこっちからスーピンからいきます。4から4から、まあ3が待ちになった時にね、うんうん、4-6って来た方が3が絡んでないケースがあるんで、ピンズが少し上目に感じますもんね、その方が。そうなんです、うん、なのでこれは全部やっともう仕掛ける準備が整ったというか。うわー、いいっすね。お、でもありとあらゆるもの仕掛けていくんですよね。そうなんですね、うん、9-1 も仕掛けますね。今のところ仕掛けるのは9-1、3ピン、3-1なんですね。はい、4種類、これはいいですね。できれば、まあ、チーテンとかにしたいですね、やっぱ。これはまあでもしょうがないです ね、ムーピンとやっぱ値段も全然違うんで、これはあんまりねショックじゃなかったってことですもんね、うん、こういうことももちろんあるんですけど、全然この何に期待してないことを考えるとまあしょうがないかなと思って。はい、チュンは2枚切れ、はい、ここでもね、初は1枚切れ、ターツは足りてるんで、はい、初が1枚切れなので、まあ安全度の高いチュンの方を残して初切ります。なるほど、もう初が重なってもねそんなに必要な手配ではないので。感想はつむぎり、今回もネオモーテを目指してます。トイメン内側の牌が並んでいる、うん、そうですね、うん、やっぱかみちゃんの3着目はねもう普通に手進めてる感じがしますね。確かに、今までとちょっとまた変わって自然ですね、捨て牌が自然な感じですね。4着目と点差がついたのが大きいんですかね。そうかもしれない。ポン、はい、Q1 を仕掛けた。これでイーシャンテン、イーシャンテンですね。まあ、何が使えなくても3ピンとかが入れれば、うんうん、ちゃんと3色ドラドラで満貫の天牌なんでいいですね、うん、これ結構いいですね。かなり理想的なイーシャンテン、
最初に思い描いていた形になりましたね。これで、まあ、天敗できて上がれれば一番最高ですけど、あとはもう下茶のトップ目とがどうなってるか、トミメの変則手はまだちょっと時間かかりそうな感じがしますが、ピンズに行ってるんだったらまだもうちょっとかなって感じします。下茶がねもう内側の牌も切ってますからね。そうなんですよ、ちょっと早そうに見えますね。下茶の状況としてはリーチをかけることのが多いんですか、ある程度の形になったら。まあ役なしだったら、まあ今回強卓2本と5本場落ちてるんで、あのオーラス伏せる状況にしたいんですよね。あ、なるほど。天敗能点でも変わらない点差4000点以上なので、まあ役割のピンフのみとかだったら、まあ1000点であのアイルガルって選択肢もありますけど、まあさっきも言ったように僕の条件をおここで低くしたい。さあリーチが入ったローワン切り、打点はねどれくらいなんですかね。今回捨て牌わからない、何でもあると思いますね。そうですね、パーツを選んだ形跡もなくて、まあ言っちゃえば結構手なり寄りのリーチ、自然ですね。でまあ上がればマンガンツモも帰らなくなるラスメトなので、まあ結構普通のリーチ、何でもあるかな、もう元からドラドラだったって可能性もあるし、普通のメンピンとかイーノミのケースもいっぱいあるんで、これはね、アンパイも僕、今 E1 と E3 しかないんで、2枚、うん、これを手をこずすほどの降りる材料ではないなと思って、急須をまず一発目押します。あ、押しました、うん。なるほど。これはね、上がると僕一気にトップに可能性が上がりますけど、保持してもね、まだね、結構やれる可能性あるんで。自分の目から見てリーチ者ドラがあんこだったりはないですもんね。そうなんですよ、よいしょ。あとはどの順目までこの形で粘るか。そうですね、終盤になったら降りる選択肢出てきますね、うん、オーラスこのまま強卓3本になって、うんうん、上がりトップになるかもしれないですからね。確かに続けばね6本場ですしね、うん、終盤どうなったかなってなって安牌が増えてきたらって感じしますね。チーソーはどうですか。チーソーもね、チーソー3枚目、チーソーは場に1枚、あとツモが5回かな。チーソーウーソーが3枚目ですね。どうですか、どうしようか、1ピンもリャンピンも取ってないんですよね。もう一杯行きたいところですね。あと4回ですか、ツモもう一杯行きたい、あ、4回か、行きます、もう一回。ちょっと今悩んでます、押しどころなのかどうなのか。でもかなりこれは行きそうですね。ちょっとやはりね自分の、ね、優先してね、優先点でもかなりこの打点がありますからね、仕上がった時に1300の可能性もありますからね。やっぱりいやだらね、結構通ってきちゃったんですよこれですね。もう通ってないですね。リャンウーパーピン相当危ない筋の一つですね。はい、なので僕はまあここで結構チーソーも通したこともあって、あ、はい、まあ、ギブサインが僕の中で結構出ましたってなると、なので現物の、まあ、イーソーちょっとね他に2人通ってないんで E1 は通りそうなんで、もうイーソーからちょっとギブします。ここで、ね、引きました。スモ版1回消化したのも大きいですね。さっきは残りつも4回だったんで、はい、アンパイ2枚使ってもまだ2枚通さないといけないっていうのがあるんで、これでウーソーも通ったんで、あ、3ピン引いてたけど、うん、これでねもしかしたら打ってたかもしれないんで。そうですね、このギリギリのタイミングがあるわけですね、うん、まあこれもしかしたらレアウピンも通ってて点3ワンの天敗で上がれるかもしれないですけど、まあ、ちょっと自分の中のこの判断ですね。そうですね、もうあの下茶が降りてることが結構判明したんで。あ、それも大きいですか。そうなんです、それでもう受けてるということがあったので、うわすごいな、なんとドラゴン子になりました、うん、でこれで何切るかってことですね。筋の梁蔵三分が一番通りそうかな。筋はそうですね、梁蔵三層と三ピン。そうですね、これ梁ウーソー通ってて、まあイーソー先切ってるんで、まあ、関梁蔵もあんまりなさそう。確かに。で、まああと見えてるのが、まあ E1 も先切ってて、1、2、3の3色もなさそう、手役に絡んでなさそうなんで、まあ梁蔵から切ります。手役もチェックして。そうですね、やっぱ
高い手役かからんでるかどうか、うんうん、まあ、ちょっと一応見ますね。打った時にはね、カンちゃんとかですね、そうすると。なんていうと、で、なん。なんか安全牌になりました？なんはね、安全牌ですね、初4枚目。はい。それじゃあ、なんていきますね。ざわつきますけれども。そうですね。これは他から見たら僕がテンパってるかもしれないんで、うん、イーシャンテンでもしかしたら降りてくれるかもしれないですね。まあ結構レアですけど、こういうのも細かいところ重要です。流局。で、僕脳天です、ね。今回はリーチ者。神茶の一人テンパイ。うん。パワーは実際通ってなかったですけど、あ、通って持ってなかったんで当たらなかったですけど、まあこれで2人で降りたんで、強託3本で、上がりトップですね。トップ。さあこんな状況になりました。はい。今回ね、あのギリギリの中のこう攻めと、あれがまたテンパイだと最後まで押し切ったりもあったんですか？イーシャンテンですもんね。まあテンパイでも同じですね、結構。受けるタイミングが。自分の手がペン3音でそんなに自信のある街じゃなくて、まあテンパイ、脳天、途中までちょっとこのシャアの時はまだちょっと粘ってたと思うんですよね。うんうん、なんで、まぁ、ちょっと、折りっぽいことが見えたので、だったらこれ、次の曲、最終曲で勝負しようかって感じの作戦になると思うんで。実際は、こう、リーチと、そしてトップ目の、ね、動向も気にしての判断となりました。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。さあ、オーラス、難易4曲、6本場開始です。皆さん、手配を開けてください。強卓が3本、ドラが2層です、うん、松本さんはなんと上がりトップになりました、このオーラス、はい、なんで点々でもいい、まあ、役を作るのがもちろんですけど、まあ、今回ね、まあ、リーグ戦っていうあれの設定なんで、はい、RTD ルール、はい、3着4着は、まあ、3着を狙いに来ますよね。今回ね、2着だったりトップがかなり厳しいですもんね。そうなんですよ。でもそうなると、無理やり大物手を周りは目指すというよりも、一つでもこう今の素点を着場を守るためとか素点を回復するために、ね、そして現状のラス目のトイ面も満貫作ると3着見えるんですよね、うん、満貫で上がり3着なんで、うん、なんか上がりに来るのは僕だけじゃないですね。かなりこう自然に皆さん手配進めてくるということですか。そうですね。親の方も今僕と3000点以内にいるので、はい、脳天で伏せることもできないの で、 そうです、ね、普通にリーチに来る可能性が全然あるんで、うん、まあこの本場とね、強卓を取るとかなり有利になることは間違いないんで、どなたもだからここは全力で上がりに行くためにやっております、はい、そしてこの手、はい、どうしましょうか。この手は僕はまあ役牌を重ねるか、もう単野をですね、ちゃんとちょっと見える手牌なんですけど、僕はこれもう役牌重ねるか単野に全力で注ぎ込もうと思ってます。はい、じゃあまずここ切らないってことですか。そうですね、まだ初1枚切りになったんですけど、僕はこれ上がりトップの状況は切らないです。何から切りますか。僕はこのイーソードラリアンゾなんですけど、まあ、リアンゾ3ゾとか引いてドラ周りのターツで上がりにくい形はもう拒否しちゃいます。あ、ドラヒョウのイーソーから先に打つんですね、うん、はい、もう9万もいらないんですけど、もしかしたら1通って役がつくかもしれないんで、うんうん、動けたり役が1つでもつく方が魅力的ということですか。そうですね。あとは中頃の中ちゃんパイ2から8の牌をちょっと集めて、うんうん、自牌に変わる材料を見つけていくって感じですかね。なるほど。うん、これももう材料の一つでありますよね、はい、これでまあ7、8匹も見えるんですけど、そんな小難しいこと考えるよりは、あの単野王か役牌って思うんで9は切っちゃいます。はい、もう結構僕はもう仕掛け考えてますね。どこからですか。僕は3ワンポンとローソーチー考えてます。もう出たら泣きますか。出たら泣きますね。今までの松本さんとかなり人がだいぶ変わりますね。ね、変わりますね、はい、やはりこのルール、このシステムでのオーラス点差すべて含めると、あの松本さんも人が変わるわけですね。そうなんです。これでまあ初でいきます。親の現物の方の難を残して、はい、これでまた泣く牌が増えましたね。3品、うん、上がりトップってなるとかなり変わりますね、打ち方。どこまでて牌が短くなっても。そうですね。またこう3着4着が遠いのもね、前だけ向きやすいですよね、うん、そうですね。着落ちの心配がないんで、お、これいいですね。これで手役もね、自然と絡むようなチーピンを引きました、うん、もう単葉上がりトップって言っても2万が入っても全然嬉しくないし動けにくくなるので、もうこれね、チューン2枚入れになったんですけど、もう切っちゃいます。 E1 あ、自敗じゃなくて、うん、E1 切り、
まあ、これがね上がり優先って言ってももしかしたら今3着4着目からリーチって入って放獣してしまったら終わりなので、うんうん、もう形がこれでできてもう全部泣く準備整ったならばシャンテン数だけこう安全牌があるように見えますね。はい、リャンマンはねちょっとやっぱりむしろ遅くなってるまで一面完成するけど遅くなってるまであるんでこれは切っちゃった方がいいかなと思います。なるほど、9番も切ります。はい、ここからでも仕掛けていくと、はい、ウッパーワン泣くかちょっとどうか難しいですけどね。ワンズの唯一こう単野が決まるとこですね、両面ちょっとね6球ピン9ピン3枚切れてるんですけど、まあ、6、7、8とか単野を見てるんで、はい、9ピンの3枚切れはあんまりどうでもいいかなって感じです。引けるか、うん、あこれもいいですね。お、ポンの動きが増えますね、うん、これだとこれでねもうちょっとターツも足りてきて単野が結構見えてきたんでチューン2枚切れなんですけどな1枚入れの何の方切ります僕は。ちょっとねこれもターツが足りてきたんで安全度を見つけてって感じですね。これでもうね2段目に差し掛かったんでもう全部チーしようと思います。おー、ウッパーもキューピンはねもう全部見えましたしね。そうですね、役があるローピンしか残っていませんし、ポンテンも、あこれはパン、さあパーピンを仕掛けた。これもね、チーピンも結構利用頻度が少ないんで、切っちゃいます。トップ目のシムチャも降りてはいられない。うん、3ピンがね、ちょっと2枚でいこう。しびれる点差になりましたね。なりました。よくここ、イシャンテン出ました。さあ、これでイシャンテン、どちらから切ります？はい、これ念のためね、3ピンが2枚入りになっちゃったんで、はい、そうですね。まあ、リャンペイはさすがに使いにくいんで切られると思うんで、ペイ重なった時にリャンピン数ピンできるように、チュンからいきます。安全度的にもね、そんなに、チュンのが安全ですけど、ペイは相当安全な牌なのは間違いないんで。ちなみに3万ポンもします。3万ポンして、ペイ打ってってことですか？そうですね、目いっぱい、もう重なりも全部マックスで見て、やっぱ6球層の肩上がりと2枚入れの換算ピンが薄いからこそ3万ポンしやすいですね。そんなに魅力的じゃないですもんね。あこの変化はこの変化は、両ピンを引いた時に小層パースを払う可能性があるので、でしかも親の現物の両ピンがあるってことで、僕これペイ切ります。なるほど、両ピン引いたら想像に手をかけるんですね。まあ、もちろんサブ6ピン引いたら肩上がりのテンパイ取るんですけど、まあ、さっきね、パーソの照らしが親に入ったんですよね。はい、パーした。神ちゃんも動き出しました。そう、パーソの照らしが入って、はい、ローソー持ってそうなんですよ。なんで、まあ、6球層のちょっと肩がり部分がよりちょっと悪くなってるというか。え、あれは、あの球層第一段に切ってて、パーソを引っ張って、パーソを引っ張るってことは7というよりも6だったりがありそうですよね。なんで、まあ、切りたいんですけど、ここで難しいですね。これで、まあ、中ちゃんぱい、さり切りして、観察どっちで今、チュン、照らしてきたんですけど、これもう張ってるかもしれないんですよね。いや、かなりテンパイに見えますよね。イーシャンテンの可能性もありますけど、なので、はい、まあ、イーシャンテンだったと仮定したときに、この両ピンが後でローになっちゃうのは嫌なんで、もう、はい、もう順目で両ピン切ります。なるほど。はい、いろんなね、思考、思惑あったんですけど。はい、これはもうこの形で結構もう勝負するしかなさそうですね。神ちゃんもね、満貫上がられるとラス目に着順変わってしまいますからね。仕掛けていっています。まあ一番速が上がっていきそうですね。まあ2000点とかあったら親の方も打てないんで、親はもうこれ単野に打たないように降りるだけですね。これ急走は泣けない、ね、なんで、まあこれ急走泣けるんですけど、はい、まあ、もっと終盤だったらチーする作戦もあります。親が受けたなと思ったら流極天敗脳天でトップになる可能性あるんで、変わりますもんね。まだこれは2枚目の急走はスルーします。シャーですね。これもね、ファンパイなんで、もしかしたら単用じゃないケースもあるんで、しかも薬牌なんですけど、シャーはですね、これ、はい、今持ってる可能性あるんですけど、もしイーシャンテンだったとしたら、シャーポンってすぐ切られて、つもって言われたら最悪じゃないですか、無着、うん。だから、親がちょっと降りたなって思うまで、ちょっと待ちます。そうなんですね。これはシャー、シャーが当たりになってる場合って、今切っても後で切っても多分ロンなんで。うん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 。なんで、今イーシャンテンだった場合に、シャーを泣かして、すぐつも上がり決着になった時は、もしかしたらその終盤までイーシャンテンの可能性あるじゃないですか、シャーバックの時に。うん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 、
イーシャンテンならばギリギリまでテンパイを入れさせないようなですね。それでもしかしたらシャアが終盤でシャアがポンで済んだ時に自分がテンパイでテンパイ脳天で変わるみたいな。いやいいですね。それがちょっと欲しいですね。いろんな思惑がありますね、ここでやべえラスメのトイメンからリーチね、マンガン上がると3着が見えますから、そりゃ攻めてきますね。そうですね。いやこれもしかしたらシャアが切られるかもしれないですね。3品が出てきた。これで老僧なら上がれる、はい、先輩シャアには何の声もかかりませんでし た。はい、これで上がったらトップですね。はい、あとハネマン積もられてもおやっかぶってトップですね。あ、確かにリーチシャアいきますね。いやどうなるんだ。三蔵は現物ですね。大丈夫。いやー暑いですねこれ、はい、もう親はねもう上がってくれって祈るばかりですね。完全六戦はやめてくれと思いながらですか。そうですね、これも厳しいところですが行きます。押し切る。あ、このウーピンに親も、いやこれ相当強いですね。仕掛けていきましたね。打球マン、そして積もったチーピン、タネマンねえわあ、でもそれちょっと惜しく感じますね。なんかちょっと羽も上がりそうな、はい、リーチ、積もう、思う、思う、思う裏、思う裏、はい、2646、はい、4000の6本馬でしたね。やっぱ老僧きつかったっすね。そうですね、薄かった。やっぱ老僧持ってたっすね。合ってましたね、読み通り。やっぱ老僧、やっぱテンパイでしたか。いやー、かなり、まあ結構もうこのまま行ってもきつかったなって感じなんで、まあこれはしょうがないですね。結構ピント的には結構合ってたかなって、老僧払いたかったんで、まあこういうの引いて、まあこうやってやりたかったみたいなとこちょっとあったんで、まあでもこういう展開よくありがちなんで、まあなんとか連に絡めて、惜しくもトップ取れませんでしたが、しょうがないかなと思います。さあ、麻雀の匠、松本さん、すべて打ち終わりました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は2着ということで、かなりの最後ね、追い上げがあったんですけれども、惜しくも届かず。まあそうですね、やっぱりあのルールによって、この RTD ルールによってもまた最後の戦略が結構変わってくる。祖典とかよりもトップがより大きいルールだと選択が変わるんで、まあ親で大きいの上がれて、まあ、あとちょっととかあったんですけど、まあ自分なりに結構よくやれたかなとは思ったハンちゃんでした。思考はどうでした？結構打ちながらすべて喋るというのは今まで経験ないなかったですね、多分と思うんですけど、視聴者の方もやっぱ僕松本ってどんなことを考えてんだろうみたいな思ってる人もいたと思うんですけど、はい、まあ僕はこんな感じですね。本当にあの高い手は狙おうと思って、打点とかリーチとか大好きなんで、うん、高い手はまず狙って相手との状況判断で妥協妥協妥協だったりとかまあなんかバランスよく打ってきた。本当バランスって言葉って結構ありがちなんですけど、僕の中だと、まあ、そのベストなバランスを打ってるつもりです。とても大事なことですね、はい、それが結構一番大事だと。泣かなすりも泣きすりも僕は問題あるかもなって思ってて、うん、まあ、村上さんと郷さんがいる、ね、あれだったらその後の匠に対してそのセリフはとても響きますねいやでも2人のいいとこすごい僕いっぱい盗んでるんで、まあ、そういうところをまあ勉強して、まあ、どんどん一番よりマージャンのこのバランスがいいっていうのに近づけていくのがこのマージャンの面白さかなと思っています、はい、松本プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてプレゼントのお知らせがあるということで、はい、お願いします。プレゼントですね。はい、マージャンの匠、ご視聴ありがとうございました。でですね、今回は視聴者プレゼントということで、YouTube の方のね、あのマージャンの匠にコメントしていただいた方から抽選で2名様に、まあ、ちょっといるかは分かんないんですけど、僕のサイン入りのチェキをプレゼントということで、まあ、コメントしていただいた方から2名抽選で選ばさせていただきます。なので、まあ、ぜひどしどしコメントお願いいたします。ありがとうございました。